いちごる。こんにちは、プロゴルファーの市原達彦です。今日は、前回上げた動画の中で、ショットの、どうやって練習してるかっていうルーティーンを、上げたところ、結構後輩のプロからパッティングの方もちょっと上げてほしいって言われたので、今日は自分のパッティングの、コースでのルーティーンをちょっと、ご説明していきたいと思います。非常に硬いですね。硬いですか。硬いです、ね。硬いですか。まあまあでもしょうがない。まあまあまあ硬いですよね。よく言われます。はい。はい、気に入っていただけましたらチャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いいたします。励みになりますので。はい。じゃあ練習紹介。はい。やっていきます。はい。自分もこのスリーブブリヂストンさんのボールを3球だけ持ってくんですか。だけ持って。毎回新品使ってるんですか。まあ、大会は、まあ、一応新品使ってますね。大会は、大会も一応普段も一応新品使ってるんですけど。あ、そうなんですか。じゃあ1ラウンドするたびに変えちゃうってことですか。まあ、1ラウンドしてるときにあんまり自分は球を変えないタイプなんですけど、結構変える人は3ホールに1回とか、まあ、1ホールに1回変える人いますよね。ちょっと傷がついただけで、気になる人は気になっちゃうんで、自分の場合はそんな気にならないんで、まあまあ1日使って、そうですね、次の日は新しいの、とかハーフでちょっとカート道路とか跳ねたりとか傷がついた時に変えるって感じですね。はい。まあまずこうコースに来た時に、はい、自分はこう何を一番重要視してるかっていうと、グリーンのスピードをつかむことなんですよ。タッチをつかむことで、どのぐらいのいつものこう自分で思う強さで打ってどのぐらい転がるかっていうのをつかむことが一番重要なんですよね。こうグリーンに最初上がってきたときに、あんまりきつい上り傾斜とか、あんまりきつい下り傾斜とか、すごい曲がるラインっていうのはあんまり選ばない方がいいんですよ。最初になるべく平らなところで10メーターぐらい打って、そこでのスピードを基準にしたいんで、まあここだったら、ここから、まあ、あの辺に、向こう側に向けて打つのがまあちょっと平らなんですね。マークの右前ですか。ちょっと色が薄くなってるところへん。そうですね、あの辺に向かって、はいはい、打ちます。で、同じテンポで1、2、3、このぐらいの強さで打つとこのぐらいのスピードで転がっていくんだっていうのが一つの目的と、はい、もう一つは、まあ、同じタッチでああいうふうに大体同じところに球が3つあるじゃないですか。こうやって力感とかを、まあ、ショットもそうなんですけど、パターでも朝揃えたいんですよ。はい。結構グリーン上がってきてすぐこうカップの近くに行って、はいはい、すごい入れる練習してる人がいるんですけど、こうとかやってる人はいるんですけど、はい、これだとグリーンの速さがつかめないんで、あんまりおすすめはしないんですよね。じゃあ、 あくまでも10メーター前後のフラットなところで、はいはい、ひたすら距離感というか、距離感をスピード感つかむっていう、このぐらい打ったらこのぐらい転がるっていうのを、はい、ひたすらつかむんです。で、まあ、こうやって大体同じぐらいのところにボールが揃ってくるとするじゃないですか。はい。そしたら、まあ、7、8メーターぐらいの、7、8メーターぐらいの、はい。を狙います。まあ、これもあんまりすごい上りとか、下りとか、右曲がりとか、左曲がりがすごい強くないところを選んで、で、素振りしてこのぐらいかなとか、思って、こう、打つじゃないですか。ちょっとオーバーしますね。強いですよね。で、ちょっとストロークをもうちょっと弱めに調整します。で、だいぶさっきより合ってきたと、
まあ、大体3、40センチぐらいオーバーのこのぐらいの距離感で、はい、で、この後に補足します。1、2、3、4、5、6、7、8で、8歩の距離感はこのぐらいだっていうのを記憶するんですよ。で、そこでコース行った時も、例えば補足して11歩とか12歩だったら8歩に3歩足した距離感を出せばいいし、はいはい、5歩だったら8歩から3歩引いて5歩の距離感でちっちゃく打ってあげればいいというふうにシンプルに考えてますね、うん、最後 1.5 メートルぐらいのパターをしっかり入れる練習をします。なんで 1.5 メートル のパターを入れる練習が必要かっていうと、7、8メートルのパターを打った時に、まあ、1.5 メートルぐらいオーバーしたのをスリーパットしたくないじゃないですか。でしっかり入れるって感覚を自分の中に入れてスタートしていきたいんで、でまあ、カップ空いてないですけど、まあ、これだったら右端のこの刺さってる棒のところを狙って、はいはい、そこに当てるようにしっかり集中して、うん、で集中して、うん、いいですね。でここの棒ですね、はい、っていうようなのを、まあ、ぐるっとカップ一周してスタートするっていう流れでやってますね、はい、でパターは、はい、まずはあのグリーンのスピード、うん、をつかむスピードをつかむ、はい、で力感をつかんで次はあの補足して目標を今日は8歩だったらこのぐらい転がるっていうのを自分で理解して、うん、で12歩だったらまあ足してあげる、5だったら引いてあげるとかっていうのを1個基準ができてると距離感つかみやすいんで、で最後に、ショートパターの練習をしっかりしてあのカップに入れるっていうのを、自分の感覚の中に入れてそこから、はい、スタートしましょうっていう感じでスタートしていきますね。あ、じゃあゴルフ場のグリーンの癖を掴んでいく、うん、そうですね、グリーン、そうです、掴む練習と入れる練習をちゃんと分けた方がいいと思います。何でもかんでも入れようとしないで、はい、なるほど、はい、そういう感じでやっていただければなと思います。パターを何分ぐらいやるんですか？パターだいたいあのスタート2、30分ぐらい前ですね、はい、で練習は1時間ぐらい前から始めて、2、30分練習して、で普通のクラブを練習して、そうです、普通のクラブ練習して、で、まあ、パッティングリーンに来て2、30分、まあ、今のやった3つのルーティンをやってスタートしていくって感じですね。はい、ありがとうございました。